なんで日本語？うわうわすっげえ、何この星、え、何にもないよここ。あ見えてる、え、何この星、資源あるのこれ、怖いんだけど資源があるかどうか。このゲームの舞台は宇宙、私は宇宙からしたらチリ。画面の前の皆さん、どうもゆうきです。アストロニーヤ久しぶりにやっていきたいと思います。アカウントがね停止されてたのでちょっと上げれなかったんですけども、今日もマイペースに初見でやってますんでね、温かく見ていただけたら幸いです。よかったらチャンネル登録もぜひ、初めて見た方はね、ちょっとでも笑えたらよろしくお願いします。はい、でですね、今回は何をやっていくかと言いますと、まあ、この星からそろそろ旅立ちたいっていうのもあるんですが、まだ私にはやり残したことがある。そう、それは未知をね、まだ言ってんのかってね、前回覚えてないのかもしれませんけど、あのこのねクラフトで作った倉庫に未知を乗っけようとしたら乗んなかったんですよ。でこれで、あのコメントでももらったんですけど、これには乗りません。未知っていうものをここで研究すると、ここね研究っていうところで研究すると、新しいクラフトの、素材が手に入ったり、メニューね、レシピが手に入ったり、まあ、レアな素材が手に入ったりするんですが、その未知を集めるのにね、どうしても車が必要なんですよ。一個ずつ持ってくるとすごい大変なんで。で、じゃあ倉庫作って乗っけてくればいいじゃないかと。ひらめいたまでは良かったんですけど、この倉庫では乗らないんです。これはね、細かいアイテムしか乗らなかった。で、じゃあどうするかというと、このね、増車装置っていうね、装置で、ダイレクトにつけるこの倉庫、これだと未知が乗るっぽいんで、今から作ってみます。倉庫いけ、 3D プリンターね、 3D プリンター、さあできたか。できました。これです。これが未知が乗る倉庫でございます。皆さん、これに未知を大量に設置していく、そういうやり方いきたいと思います。ちょっとねこれ電池がないんで、ちょっと電池をこれ交換しましょうか。ちょっとこっちの電池ちょっと引っ張っておこうかな。ちょっとこれあそこに風力発電が必要だな、1個。あ、風力乗ってないんだ。風力発電作りましょうか、ここでね。風力発電を1個つけとくといいかもしれない。増車装置にも。アルミニウムらしいね。アルミニウムないんだな、今な。ドリルヘッドが全く使えなかったっていうね、感じなんですけど。いや、じゃあちょっとこの風力タービンをこっちに設置して、ここで回ってくれるはず。あれ回らないな、なんでだ。電池を一回どかして風力タービンこっちにしましょうか。あれ風来てないのか、さっきまで回ってたんだけど。もう一回し、そうっすか。まあいいや、とりあえずこっち設置して、じゃあ仕方ないので、じゃあこのね研究のところから電池を引っ張ってきて、これ乗っけましょうか。これは戻す。風がいつの間にかなくなっちゃったみたいな感じだね。はい、これで電池を補充します。でね、もう一個、倉庫をねつけていきたいんですよ。私はもうね、もう倉庫まみれにしてやろうと思ってるんで、一個はね。ただ樹脂が足んないかな。樹脂なんだよね多分ね。倉庫つけるには樹脂、混合物だ。そう、混合物が足んないかな。久しぶりなんでね、どこを何までやったか覚えてないんですよ。正直覚えてない。混合物、ないな。混合物拾いに行かなきゃダメだね、これね。混合物、持ってないね。じゃあ、混合物をちょっと取りに行きましょう。まあ、久しぶりなんでね、マイペースにやっていきましょう、ここはね。ちょっとじゃあ、君で行こうか。君の方がちょっと速度が速いから。混合物探し行きます。あ、危ない危ない。運転荒いんでね、気をつけてくださいね。皆さん、しっかり捕まっててくださいよ。私、運転結構荒いですからね。ね、このゲームに限っては荒い。マリオカートみたいなね、ゲーム大好きなんで。マリオカートはね、みんなでやりたいね、もし出たらね。みんなでわーわー生配信かなんかやったら超楽しそうだけどね。めっちゃ楽しそうだわ。みんな乱入してくるでしょ、きっと。楽しそうだね。混合物、どっかねえかな。混合物が欲しいぞよ。どっかないですか？あ、これ混合物じゃない？
これ混合物でしょ。オッケー、当たった。よし、混合物取っていきます。あ、待って、乗る。あ、やばいやばいやばい、ちっちゃいの失敗した。チビ持ってきちった。まあ、やばいや。3つあればいい。1個、いかんせん1人でねやってますからね。基本的にマルチプレイでやってる人たちもいるとは思うんですけど、私に限ってはこれ1人でやってますからね。これ手が足りないですから。3つ、 OK、 3つあれば十分じゃないか。これ乗っけてこ、よし帰ろう。 OK、 じゃあ帰ります。拠点の方に帰って、これで倉庫がもう1個出来上がるはずなんですよ、私の予想だと。あ、バンバン来たよ。宇宙嵐来た。宇宙嵐、うわー、何も見えない。ああ何も見えない。あーあー、まずいまずいまずい、落石来るから。あら、乗ってないと死ぬんですよこれ。落石で一発で抜けた、抜けたわ、抜けてねどっちだ、あっちか、拠点あっちだ。怖い怖い怖い。でこのね、急に穴が開いてたりする、これがね怖いんですよ。あれ、電池切れ電池切れたわ。で、なんでこれ電源じゃねえのこれ。これなんなんこれ、このカス何なのこれ。これ何に使うんだよ、なんだよこのカス。まいったら、電池がなくなっちゃった。あ、電池ないぞ、どうしよう。あともうちょっとなのに電池で来れないわ、こいつ企画外れもいいところ。ちょっと待って、一回戻ろう。あ、電源あるじゃん、ここに。これ電源あるわ。もうちょっとだったんじゃん。よし、電池を溜まったら電池設置して、これであいつが動くはずなんで。もうちょい、もうちょい、もうちょい、よし、OK、 これでこいつ走るから、これでいいはず。よっしゃ、いけるよ、これでちょっと走れる。そこのケーブルのところまで来れば電池が入るはず。入んないかな、こっち入んないか。もうちょっと行っちゃおう。 OK、 到着。よし、よかった、帰ってこれたわ。でこれは自分のとこ設置して、でこれでね、つなげばこいつ入りますから。じゃあ樹脂でいきましょう。混合物ね今日ね、違うんですよ、ツイッターでもさっき言ったんですけど、今日ね、ちょっと家系ラーメンをね昼食べたんで、すんごいです今もう、なんかゲブ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 してて、毎回なるんですよ私食べると。多分体質が合ってないんだよね。でも食べちゃう、もうね、デブの極みですよ、ね、太ってないんですけどね、太ってないですよ、こう見えて太ってないけど、太ってるかもしれない、もしかして意味がわからん、意味がわからんわ。さあできますよ、倉庫もう一個できますか。できたー、倉庫でかっ。これ洞窟入れんのこれちょっとでかくねこれ、でかすぎだと思うんだけど、まあいいや。じゃああとね、まだやりたいことがあるんですよ今日はね。で次、こいつがトラック本体です。じゃあこいつ外して、ちょっと乗って連結しに行きましょう、あの倉庫をね。でその前にまだね、ちょっとねやることがあるんで、一回連結をしてこいつを引っ張ります。よし、引っ張るよ。これ一回降りなきゃ連結できないのかな。これをつなげられるはず。よし、つないだ。これでこいつとこいつはドッキングしました。ドッキング状態で引っ張ります。引っ張って、よいしょ、こっちにする。 OK、よし、 OK。でまだ電源がね、ちょっと電池が足りないんで、ちょっとここは発電機を使って電池を少し補充しないと、こいつまだ動かないんで、なんだそこにくっついてなさい。で、発電機がね、ミニ発電機がありますから、これを使います。これですね、これを設置して、発電機、ミニ発電機はオーガニックを乗せるとね発電できますから、これで発電していきます。まだねあるんですよ、こいつにつけたいものが。倉庫じゃないですよ。よし、こい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 、結構足りないかなこれ。1個じゃ足りないかもしれないな、電力がな。微妙に後ろの子にも回してるけど大丈夫、いった、大丈夫ね。 OKOK、 いいよ。さてと、いやー
もうやりきったな。でヒドラジンも足りないので、この燃料ですね、宇宙船の燃料ヒドラジンも取ってきたい、そういうことです。あ、混合物ここに1個あったな。まあいいわ、前はよし行こう。あ、来た来た、これで来たら、はい、また何かをクラフトできるようになりました。増設できるようになりました。でここでね、やりたいのは倉庫じゃないです、これです、クレーン。これすごそうじゃない？何クレーンって、これ乗っけちゃいたいよね、やっぱりね、男のロマンですよ、やっぱ重機は男のロマン。クレーンを乗せていく銅ですからね、銅は用意してありますもん。じゃあ銅を作っていきます。はい、使う。そして造車装置からいきます。クレーンオン。うー、やばくない？これ超パワーアップしたんだけど、トラック。どんぐらい来る？おお、え、何これ、どうやって使うの？お、来た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 、すげえすげえ、何これ、何これ、どうやってやるの、何これ、掃除機、掃除機、なんだなんだこれ、どうすんのこれ、え、何、なんか持ち上げられんのこれ、なんか落ちてるやつみたいのいける、え、どうすんのこれ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、これどうすんのこれ、操作方法が分かんない、クレーンのなんかできんでしょこれ、多分触ってるだけ、なんかこする感じ、こする感じちょっと待って、え、何これ、何これ、どうすんのこれ、まあいいや、かっこいいから、かっこいいからいいやちょっとかっこいいからいいや、うん、かっこいいからいい。じゃあその道をね、集めに行きましょう。行きますよ。さあじゃあスタート。あ、またまた、発電機がない、ダメ、発電機が必要になるから絶対これがね、ないと途中で電池切れ起こした時最悪の事態を招くんで、これ設置していきましょう。はい、行きます。はい、行くよー。うぅー、すげえ重っ、おっそ、いや待って、ちょっと不安定すぎる、怖い怖い怖い、なんかちょっと危ない、危ないかもこれ、大丈夫かな、すっごい不安定なんだけど。それちょっとじゃあね、洞窟の方に突入していきます。前、大丈夫、なになに、洞窟の方でね、前回は帰ってこれなくなるっていうね、あの奇跡ミラクルが起きたんで、とりあえずまあ陸地から道を集めていきましょうか、まあ、ある道を片っ端から、まずはね、乗っけれるか検証しなきゃいけないんで、まずの本当に乗せられるのか、道をここに、あー、ちょっと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 、大丈夫ですか、ちょっとこの車こんな段差につまずい、え、登れない、え、大丈夫これちょっと待って、すっごい引っかかるんだけど、タイヤでけえ割にすげえ引っかかるわ、タイヤが。よし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 、いいよ。さあちょっと洞窟の入り口らしきものが見つからない、墜落した宇宙船がある、これは前回見つけたやつだよね、多分ね、これ前回見つけたやつだ。さらに先へ行く、なんかガタ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 すごいけど、大丈夫これ本当。帰り道わかる、あー帰り道がちょっとわかんないなこれ、あーなるほどね、こうなっちゃうんだね、まあ、真っすぐ来たっていうのを覚えとこう、真っすぐ来た、すごいいい加減な、いい加減な探し方、いい加減な、相変わらずマイペースでいい加減な。これの下とか掘ったら出てこないのかな、なんかこの木とか怪しいよね、なんか絶対出てくるっぽいんだけど、これ、あ、道ってあるじゃん、しこ行こう行こう、この下あるぞ、見つけた、よっしゃ、乗るか乗るか乗るか、さあ行くか、倉庫行きます、乗るでしょうか、行きますよ、来た来た来た、超綺麗に来た、やばい、8個いけるってことじゃんこれ、やばい。ちょっとね、若干洞窟の方にね、トラウマがあるんで、ちょっと、あの、前回ね、洞窟でね、落下死をしまして、車もすべて、どこに行ったか分かんなくなるっていうね、ミラクル起こしたんで、これさ、クレーンなんなのこれ、ちょっとやってみる、もう一回。なんか外でやったら違うかもしれない。クレーン乗れる？あれ、ちょっと待って、こっちか。こっちだな。ここだよね。行きます。クレーン。オーガニックついてる。あ、え、なにこれ。あ、なんかつけるのかこれ、先っぽに。
もしかしてあれ採掘の採掘掘採機だっけ。ちょ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 ね、漢字指摘されるんだよね。漢字指摘されるんだ私。みんなに指摘されるんだよな。よっしゃ、道来た、いいよ、乗る、もうちょい、よし来た、よっしゃー、いいよこれ、これいいよ、めっちゃ道集まるよこれ。しかも今日ね、なんかちょっと寒いんですよ、多分外は肌寒いんですけど、私今頭汗かきながらやってますね。いない、たまに全然寒いのに汗かく人いるでしょ。なんか気づくとね、なんでそんなびしょびしょなのみたいな、こんな暑いのに、こんな暑いのにというか寒いのに。あ、ほとったんだ。もしかして掘採機をつけてやるのかな。もしかしたらそうかもね。なんか先っぽにつけると、これ道か、つけるともしかしたら、あ、道あった、ねえ、多分間違えた。おーおー、なんだ、荒ぶってる荒ぶってる、ブリ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 するわ。もしかしたら掘ったりできちゃうみたいな感じなのかな、ねえ、クレーンで。そんな感じなんじゃねえかな、これ。そんな気がしてきたわ。果たしてその上を掘る必要があるのか、ないのかっていうのはね、別にもうどっちでもいいですよ。クレーンで掘るっていうね、それがやっぱり男のね、ロマンじゃないですかね、やっぱね。男はね、もう機械バカですからね、基本的に。私もそうですけど、機械に関してはうるさい、本当に。危ないぞ、なんかここ、大丈夫か、微妙にガタガタしてる。ちょっと一回戻るか、一回戻ろう、近いから。危ないぞ危ないぞ、右右右、落ちたらもう終わりだからな。ちゃんと落ちるべき場所で落ちる。だってヒドラ人はなんだ、なんかに引っかかってる。でもヒドラ人は多分あれなんですよね、洞窟内から多分取れないんですよね、きっと。だからとりあえずちょっと待って、このさ、ここのこの発電機をどかすでしょ。でこれじゃない、これこの採掘なんだっけ、掘採機じゃなくて、なんだっけ、掘採機って、これじゃないから、これをつけることによってこいつが正常に作動するんじゃないの。ほら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 、来た来た、すごいすごい、何がすごいかよくわかんない。めっちゃ使いづらいマウスじゃないと、これマウスでやるとすごい。こうやってやるんだ。はあ、なるほどね。あ、これだから高いところとかもできちゃうってことだ。やばいやばいやばい。パワーアップしたね、だいぶ。ちょっと道開ける？なんかなぁ。いっぱいにしたいよね。いっぱいにしたいね。ちょっといっぱいにするまで、じゃあカットしますわ、ここ。じゃちょっといっぱいにしていきます。はい、カット。お、なんか、なんかあの上のあれは道じゃないか、あれ、きっと。あれをちょっとクレーンで行ってみる？おお、明るくなった、ちょうど。いけるこれ。どう？ちょ、視点がある。クレーン、クレーン、クレーン。じゃあ、こっちこっち。これこれこれ、上上上。これこれこれ。いけるか、ここ。届かないか、微妙に。全然届かない。ちょっとクレーンでやりたいな、これ。なんか変な、なんか変な道みたいの、これ道だろ絶対、気持ち悪いの。止めて、ちょ、無理があるか、無理があるか、ちょっと無理があるか、私のやりたいことが、これ無理があるか、これ道だと思うんだよな。ちょ、もうちょい上、思って、ちょ、無理かな。あー、後ろに引っかかった。 OK、 いけるぞ、いけそういけそういけそう。よっしゃ、来た。あー、ダメだ。よし、行くぞ。よっしゃ、クレーンで行こう。よしよしよし、来た来た来た。ほら、もうこれですよ、クレーン。ゴリゴリゴリ。すごいすごいすごい。行こう行こう行こう。行こう行こう。もう歩いていこう、歩いていこう。歩いていこう。よっしゃ、クレーンで行こう、クレーンで行こう。もうせっかくだから。
ここもクレーンで行こう。もう極力クレーンで行く。そういうことですよ。しかしだ。よっしゃ、来た。ゴリ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 。来たー。綺麗に取れた。オッケー。よいしょ。道ゲット。それでは道の方をね、開封していきましょう。じゃあまずは1個目いきます。どれから行こうかな。じゃあこのイボイボから行きましょうか。気持ち悪いやつ、これから行きましょう。あれ、こっち。はい、道を乗せます。はい、乗せました。 OK。 それじゃあ道オープンします。オープン。何が出る、何が出るかな。うわ、リチウム。まあいい、まあまあいいや、いいや、まあ1個、まだ1個目なんでね、まだ1個目なんで、リチウムも使えますからね、言っても。じゃあこれいきましょうか、普通のやつ。じゃあ普通のやつでいきます。さあ研究しますよ。よし、視点を変えて、それでは2個目オープン。何が出るかな。え、重心いらねえこれはいらないな、マジで。さあじゃあ3個目いきます。はい、電池はね十分ありますんで。さあいきますよ、3個目オープン。レシピ来て、レシピもうないの、レシピ新しいやつ。え、何これ、チタン。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。まあまあまあ、まだ4個、まだ4個目ですから。これでもまだね3つしか開けてないんでね。いきます、4個目オープン。あ、石炭だ。これは結構いいぞ。やばいやばいやばい、砂嵐来た。ちょっと一回避難しますね、これやばい。隕石が飛んでくると死んじゃうんで一発で。うわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。宇宙嵐来た、やばい。これ結構直撃パターンじゃない、これ危ない。これ直撃パターンだぞ、これ大丈夫か。うわ、来た来た。ああ、ああ、大丈夫。うう、ああ、大丈夫。めっちゃ直撃、あぶ、痛い痛い痛い。なんでこんな、ちょ、あぶね、ちょ、チョコみてえなだよこれだ、これコンソメの素みたいな。でこんな飛んでくるんだ。ちょ、めっちゃ押さえてる。ちょっと待って、あぶ、ちょっと待って、外れた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 、連結部外れた。痛い痛い痛い、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、おおおお、待て待て、おい、新車だぞ、後ろ新車だからな、やめろ。おい、前はいいわ、前は結構、前は結構もう使い込んでるからいいわ。後ろ新車だぞ、何やってんだ。さあたどり、さあ終わりました、連結して。はい、じゃあ5個目いきましょう。まだ嵐が過ぎ去ってないね、完全に。いきますよ。じゃあまあ端から行くか。 OK。 じゃあ研究乗せます、道を乗せて。はい、それでは5個目いきます。若干ゲボゲボしている、オープン。何が出るかな。え、あれ、何、素材しか出ないんだけど、マジで言ってんのこれ。ちょっとなんか嫌な予感しかしないな。まだ大丈夫、まだまだあと3個ある。じゃあこの白いの最後開けようか。白いの目立ってるから最後にしよう。じゃあまずはこの道行きます。よし、 OK。 じゃあ、6個目ですね、行きます。オープン、頼む頼む。レシピもうないの、もう新しい素材ないの。石炭だ、マジっすか。まあ、石炭もレアだからいいんだけど、石炭はね、あの電源になるんですけど、言うてもね、他にもいくらでも電源の作り方あるんで。いきます、じゃあ7個目オープン。7個目来て、頼むからマジで。樹脂樹脂だと、ここへ来て樹脂だと。さあ8個目いきます。いやー、これやばいな、最後これ。期待してるからね、君には。君、電池が溜まってない、電池溜まり次第開けます。白いからね、なんかちょっと目立ってるし。
メカメカしい箱。ここからならきっとね、私の求めるものが来るんじゃないか。そんな期待を添えて、ラスト8個目、いきたいと思います。それでは、オープン！来い！頼む！来たんです！おい、待て。もう、なんかいちいち言ってるの疲れるからいいわ。もういいわ。はい、ということでね、開封動画終わりです。なんだよ、めっちゃ頑張って集めちゃったじゃねえかよ。ヒドラジン入れます。はい、入れました。ヒドラジン足りないかな。これ飛ぼうと思ってるんだけど、もうそろそろね、私飛ぼうと思ってるんですよ。これもう宇宙にね、行こうと思ってるんですが、一石クレーン一石しかつけられないんだ。これ一石つけてもしょうがないよね。いらんくない？一人乗りでしょ？私乗れるからね、これね。っていうことなんでね。はい。じゃあ、そろそろ旅立ちますか。ちょっと寂しいけど、この車たちとも一回お別れですね。そろそろね、私も新しい星へ行かなきゃいけないんで、なのでね、ちょっとね、作んなきゃいけないものがあるんですよ。生息地というものをね、作っとかなきゃいけないらしいんで、これですね、生息地。これがないとセーブポイントみたいなのがね、できないらしいんで。これ何、混合物樹脂じゃなくて混合物だね。混合物が必要ですね。うん、じゃあもう時間にしようかな。ダメだわ。やろうぜ。ここまで来たら混合物、あれ混合物だよね。混合物2個必要ですね。混合物あったかな、ないかな。混合物ないか。混合物がない。混合物集めしてこなきゃダメだね、これね。うん、これ上何か乗るのかな、この上に。あ、なんか設置できるんだね、この上も。なんか持ってけるわ。あ、でもここに生息地を乗せてくってことか。だからもう持ってけるのは背中にあるこの辺だけですね。アルミニウムとか。うん。この辺しか持ってけないんだね。とりあえずアルミニウム、何持ってくればいいんだろう。何持ってったら安全だ？ちょっとわからんな。とりあえず混合物取りに行きましょうか。混合物が必要だな。混合物じゃない、樹脂。樹脂がもう一個必要なのね。オッケー。じゃあ樹脂取りに行きましょう。樹脂くんはこれで、こいつもね、もう乗ることなくなっちゃうから。樹脂を取りに行きます。これ樹脂ですね、完全に。こいつは樹脂です。行きましょう。樹脂を取っていく。乗らないよ。乗っちゃうんだよね、なんかね、近いとね。オッケー。樹脂。あ、これヒドラジンだ。よかったよかった。ヒドラジンもヒドラジンって欲しかったから。ちょうどいいわ。ヒドラジン持ってこう。いざとなったら帰れる。これで。帰れるぞ。一回降りてもこれで帰れるぞ。よし。ヒドラジンめっちゃ手に入った。まだある？まだあるなら欲しいぞ。もうないか？ないですね、もうね。うわぁ、こういう山とか登ってみたかったなぁ。まあいいや。そんなまた次回でいっか。できるときにね。山登りもしてみたかったなぁ、車で。どこまで登れるかみたいなのね、やってみたかったですね。まあでもね、ちょっとね、違う星も見てみたい。やっぱり違う星行ってみたい。そろそろもう第6回7回目ぐらいだと思うんで、そろそろみんなもね、ちょっと見たいと思うんですよ、違う星も。ちょっと私もね、違う星を見たい。だが樹脂がない。樹脂がない。あ、これ樹脂だ。来た。これ樹脂だ。ちょっと待って、まだ乗るね。 OK、 置きましょう。樹脂来た。樹脂来たよ。いいんじゃない、これ1個で。もう1個で十分。さあ行きましょう。車も持ってけたらいいのよね。贅沢な話だけど、ちょっと贅沢なこと言ってるかもしれないけど、やばい。電池がなくなる。ギリギリ間に合うか。いけるか。頑張れ。もうちょい。頑張れ。よっしゃ来た。あー、惜しい。
惜しいな、おい。惜しいね。OK。じゃあ樹脂を設置します。生息地を作ります、今から。生息地を作ります。樹脂。あれ？あ、樹脂じゃない。あ、ちょ、ごめん。混合物だった。なんだ？大丈夫か？ちょ、ボケてんな。ボケてんな、今日。さあ。さあ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 、もうね、もういいわ、もうええわ。まあ縁も竹縄、行きましょう。さあ、それでは混合物をはめていきます。生息地これでできるはずです。作ります。作成スタート。これ拾っといてあげて。これが生息地です。要するにこの真ん中にあるこの拠点ですね。これがね、必要なんですよ。これがないと、多分セーブポイントができないってことなんでしょうね、多分ね。まあいいでしょう。ちょっと待って、乗せられる場所がねえぞ。どこ乗せる？ここにや。あー、ダメだ、こうした。OK。じゃあ、これで、こいつを、どうしたらいいんだ？こいつを上乗せれちゃうかな？ちょっと一回これ外してみましょうか。乗せられそうな気配がないけど。乗る？これ。この上に。あ、乗る乗る乗る。これで乗っけていくんだ、こうやって。そうすれば、次の星で生息地として、こいつができると。でちょっと、待って、ヒドラ人。おお、だ、バグった、怖い。ヒドラ人を一回セットします。OK。マックス。これでマックスです。で、もういいかな？なんか乗せれるもん乗せとく？なんか乗せとく？なんかある？なんか持ってく？多分足りなくなりそうなものっていうのを持ってくか。どう？いや、どうなんか持っててもしょうがないよ。リチウムとか、アルミニウムだよね、やっぱね。アルミニウムかな。どっちかっていうと、ちょっと欲しいかなと思うのはたまに。アルミニウムがあると、車が作れる、トラックが作れるんで、リチウム1個外して、アルミニウムまだあったっけ？なんかまだあったような気がしたけど。もうなかった。あ、ヒドラ人ある。ここにも1個、これ持ってくか。うん、これ持ってこう。あ、アルミニウム鋼なんだ。ヒドラ人持っていきましょう。で、アルミニウム鋼、うん、こんなもんでいっか。いや、いいかな。ダイナマイトで取ったんですよ。なんかどっかで。なんか持ってたんですよね。ラテライト鉱石も持ってく？ラテライト持ってくか、じゃあ。ラテライト持ってくと、これが多分アルミニウムになるはずなんで、こうやっていくか。なんか一番左が外れなくなっちゃったんだよね、バグで。多分バグなんですよ、これ。アルミニウム持っていこう。よし、これもう。あれ消えた。一番左消えた。バグってたやつ。じゃあこれももう一個、もう一個ラテライトにして、もうちょっと冒険の準備しますからね、今ね。これで私もう帰ってきませんから、この星多分当分。はい、 OK。 できた。これでアルミニウムもう一個できた。これで車が作れるようになったはずだから、アルミニウム4個分取りましたよね。アルミニウムで、アルミニウム2個、これでトラックがとかいろいろ作れるんで、じゃあ行きましょう。いいよね。なんかもう1個乗っけれる、背中に。もう寸分のあれもなく全部乗せていこう。なんかここは、じゃあまあこのリチウムかなんか持ってっか。もうしょうがないから。よし、じゃあ行きます。それでは旅立ちます。行きますよ。さようなら、第一の星。また帰ってくるからね、みんな。来たー、ついに宇宙来た。うわー、ここが最初の星ですよね。で、もう一個飛ぶ、これですね。押します。はい。あ、今多分ラテンって場所にいたんだよね。あ、違う、これが今いた星。ラテンに行くか。不毛、何不毛って。ラテン、テ、テ、テ、あ、これがテランだ。今いた星がテラン。不毛。
次不毛って星、何不毛って、何これ。じゃあ不毛行く、じゃあ不毛行きます。じゃあ不毛に降り立ちましょう。ラテンの横、テランの横、どっちやね、どっちや、ここです。さあこの星です。不毛に来ました。じゃあこの不毛に着地しに行きましょう。ここか、ここが着地点ですね。行きます。不毛に降り立ちます。私は新たな星へ。さあ不毛です。ここが、何不毛って、なんで日本語、うわうわすっげえ、何この星、え、何にもないよここ。あ、見えてる。え、何この星、資源あるのこれ。怖いんだけど、資源があるかどうか。え、なんか、え、ちょっとなんかもう一個違う星いく。ちょ、充電しよう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 、ヒドラ人充電しよう。なんかちょっと怖い怖い怖い、なんかこの星怖い、この星怖い、この星怖いんだけど、なんか何これ、なんか音とか怖い、孤独すぎる、一人では耐えられない、マルチプレイだな、まだしも。ちょっともう一個、もう一個星、違う星行く私。こんな星やだ、さようなら。なんなんこの星、資源もなさそうだし、ちっちゃいし、ちっちゃいし、ちっちゃいし。ここね、はい、こうすると、はい、飛びました。はい、で今、この不毛っていう惑星にいたわけですね。もう一回飛びます。飛ぶと不毛からテランに行けて、あれ、ちょっと待って、テランに行けて、ちょっと待って、よく分かってないぞ、仕組みが。で、これでテランに来る、テランに来ます、はい、テランに来ました、今、テランに来た。で、もう一回飛べばいいんだよね、もう一回飛ぶと、次の惑星選べる、ここは不毛。あるあるある、え、なになにこれ、不毛と、もう一個あったよね今、赤い星みたいの、なに、いけないのあれ、来た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 、これいけんじゃないの、放散する、こう行ってみるか、放散する、なんだかよくわかんないけど、こう行ってみましょう。燃料ある、大丈夫大丈夫、ギリ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 来ました、放散する。何ここ、まあ、いや降りてみるか、あ、結構、あ、結構降りる場所あるよ。じゃあこう行ってみましょうか。じゃあどこにしようかな、場所がいい場所、いい場所、なんかちょっと安全地帯っぽい場所、全然よくわかんないけど、まあこう行ってみよう、ここにしよう。 OK、 何この黄色い星、来た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 、黄色い星、はあ、これまた砂漠質な星ですね。葉っぱが全然ない、いい、面白いねこれね、星をこうやってちょっと厳選していくっていうのもいいかもしれないね。なんかね、まだヒドラ人まだあるんで、ギリ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 間に合う。ここもまたなんかあれですね、さびれた星、さびれた星、最初の星が結構あれなんだね、多分恵まれてたんでしょうね、なかなかね、早く降りろってね。お前いつ星決まるんだよみたいな、お前いつ星決まるんだよみたいな。ちょっと一回飛びますね、はい、お放散するから、あ、結構近場にありますよ、あらちがありますね。で、これあれが私のテラン、テランですね、テランに不毛です。あ、あれ何、あの青い星、あれ行きたいな、綺麗じゃん、あれこっち来ないかな、あれいいね、すっごい綺麗だけど、あの星、あの星、何この光、何この尋常じゃない光、
なんなのこれ。なんこの日。尋常じゃないこの光。あれどこ行った、あの星。あの綺麗だった星。あれいなくなっちゃった。これ あれか。あれだ。結構この惑星圏はあれですね。外側にあるのかな。面白いね。こうやってね。なんか星を探すってだけでも面白い。すごい。何種類あるんだろう。もうちょいこっち来ないかな。あ、アラチは来れるね。アラチ。あ、なんかもう一個来たよ。もう一個来た。なんか、綺麗じゃないけど、なんか来た。エキゾティック。何これ。悪魔の星みたいなの来たよ。エキゾティック来たよ。ちっちゃめだけど、エキゾティック。あの綺麗な星も来んじゃないのこれ。やばい、迷うな。エキゾティックも超気になるわ。この右側の。あ、綺麗なのも来るぞ。これ。惑星圏内来るよこれ。テランも来た。エクソティック気になるなこれ。何これ。なんでこれ英語なのこいつだけ。来ないんだこれ以上こっちに。こいつ、あー、こいつ多分アラチから行く星なんだね。で結局エクソティックも出ていくっていう、そういうことですよ。そういうことです。来ないんだよね多分ね。でもあれね、これ来ない、この綺麗な星行きたいんだけど。私ビーダーみたいな、あ、来そう。来るか。来いこっち来い、もうちょい来い。来ない、エクソティックです。決まりました、次の星エクソティックです。さあ行きましょう。どんな星だろう、楽しみだわ。うわ、すっげえ色。何これ降りる場所あんのこれ。あー結構あるね。じゃあこのなんかちょっと赤々しいとこ行く。ここ決めた。じゃあ次の星エクソティックで行きます。行きましょう。合ってんのかな、読み方。何回も連呼してるけど、ゆきさん、そう読み方違いますよみたいなね、パターンあるからね。うわ、何これ。まあいいや。何これ。オッケー、じゃあここでやっていきましょう。次はエキゾティックです。さあ次の星、生息地を設置します。ちょっと待って、生息地設置するよ。ここでいいかな、この辺でいいか。よっしゃ、生息地設置しました。オッケー、ここからいきます。ここから私の次の旅が始まるわけですね。じゃあ宇宙船を置いておきます。オッケー、じゃあ今日はここで終わりにしましょう。次回はね、このエクソティックから私の新しい宇宙探検が始まります。未知がものすごい量ある。さあそれでは皆さん、アストロニア最後、星探しグダグダになりましたけど、ぜひまた次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。またね。バイバーイ。よっしゃ、ちょっとだけ見に行ってみる。まずは酸素が必要だね。あれなんだ、なんかあるぞ。これなんだこれ。あ、え、オーガニック、違うな、これ石炭だったぞ今の最初のやつ。わ、なんかすごいなここ。とりあえずオーガニックはあるよね。あとは